次は BA マイナス B マイナス A というのを紹介してます。A と B が逆なんですが、これは何が違うかっていうと、この左のキューブと右のキューブ、左は、上が白、赤、青となってます。で、右側が白、青、オレンジで、これ時計回りに揃っていくか、反時計回りに、揃っていくかという違いです。A、B でやっていくと、まず A の手順で、AB が混じるとこに入れていって、 B でずらして、マイナス A で揃えて、マイナス B で元に戻すという手順です。で、これを BA マイナス A マイナス B というふうにやっていくと、最初に B を押して下にずらします。そして A を押して落としてきて、マイナス B を押して、そして最後にマイナス A をすると。そうすると、この上にあった白、オレンジ、青ですね、これを、上に連れていくことができます。このように、先に B を回すのか、それとも A を先に回すのかで、入れたいキューブを、例えば今だったら2回やる必要があるんです。1回やって、もう1回するという必要があるのですが、それをしなくても先に白、青、オレンジを左に入れるために B を押して A を回してマイナス B を押してマイナス A をするというふうに順番を変えると、2回の回転をしないで1回だけで揃えることができます。では2色のキューブも見ていきたいと思います。この左の手順は AB で揃う手順ですね。 AB マイナス A マイナス B で揃う手順、右の手順は BA マイナス B マイナス A というふうに順番を変えるとすぐに揃うことができます。まず右からやっていくと、 A の手順で青、赤を AB が重なるところに入れてくる。で、B を押して、この AB が追い出されたのが、B のところに入ってくると。それで A マイナス B を押して揃えることができます。では次は、この青、オレンジを入れていきたいと思います。で、A を押してしまうと、青とオレンジに入ってしまうので、これでは揃わないんですね。なので、先に B を押して、青、オレンジを持ってきます。で、A を押して、そして、マイナス B を先にして、マイナス A を最後にすると。そうすると、揃えることができます。これも1回やって、そしてもう1回揃えることで揃えることもできます。